私はアルターエゴ、メイガス・エイジス・エリザベート・チャンネル。長いでしょう。メカエリちゃんで結構です。この度は、私が、そして常にはエリザベートが、迷惑をかけているようですね。特別に、お前をパイロット候補として認めます。くれぐれも、私を悪用しないように。私に外付けの追加武装はありません。残念でしたか？そうですか。お前がそう言うのなら、私も少し残念です。外見は変わらずとも、中身は変わっています。エリザ・ミッカー・ワズバ疑惑の目で見よ。いえ、何でも。今更ですが、私はこのボディに誇りと自信を持っています。地上で最も強く美しいアイアンメイデン。それがこの私なのですから。メカエリパンチ！そうそう、これよこれ！これが本来の私。チェイテ城を守る鋼鉄の守護神だわ！見ていてマスター！これならどんな外敵が来ても、きっちり守りきって！あ、コホン。無粋ですね。いたのなら声をかけてください。いくら私が鉄でも、恥ずかしい時はあるのですから。走行、出力、共に上昇。ありがとうございます。バイタルチェック完了。体力を持て余しているようですね。トレーニングに行きなさい。サーヴァントとはいえ、私はチェイテ城を守る者。お前たちに加担しているわけではありませんので、そこを誤認しないように。お前は私のパイロット候補です。操縦者に従いますが、私は正義を良しとする者。お前が悪の道に落ちた時は、もろとも自爆する予定です。まっとも、そんな過程は無意味のようですが。エリザベートに関してはノーコメントです。彼女には何も期待していないので。物好きにも程がある！おさかべ姫がどれほどぐうたらで、怠け者で、小ずるい女か、私が一から教育してあげましょう！その上で、あの女を正しい姫に教育し直すのです！チャールズ・バベッジ？私は、鉄であれば何でも好きというわけではありません。バベッジ教に罪はないのですが、なんとなく、タコのようで。カーミラに恩情はありません。あれは領民たちの命ばかりか、貴族令嬢にまで手を出した、愚か者の慣れの果てです。今は、そのあり方に苦しめられているようですが、罪は罪。いずれ、正しい罰が下るでしょう。好きなものは、正義の行き届いた支配体制。そして美しい鉄。すなわち、この私。当然でしょう？嫌いなもの？私を怒らせたいのですか？無責任な領主。働かない貴族、そして暴走した自分に決まっているでしょう。あとは、そうね。この世に存在しないとは思うけど、タコ型のロボットとか、いたらホラーだわ。聖杯が奇跡を起こすことは、この私がいることで証明されています。であれば、そうですね。いつか、私なんかが必要のない国ができて、私が静かに眠れる時が来ればいい、と思うわ。立場をわきまえない愚か者どもがいるようですね。出撃しましょう、マスター。状況が状況です。倒された屈辱は激流に流して、
チェイテの平和のため、お前たちと共闘しましょう。ですが勘違いしないように。これは仮の契約。私のパイロット候補として考えてあげてもいい、という話です。私はアルターエゴであり、かつてお前たちを絶望の淵に叩き落とした強敵であり、そして今も領主代行として気高い存在ではありますが、特に気を使う必要はありません。いつまでも信頼度が低くとも気にはしませんよ。鉄ですので。頻繁に私を使っているようですね。ですが、まだまだ未熟です。特別に私を満足させるための4つのルールをお教えします。1つ、私の勇姿をしっかりと見つめること。2つ、私の整備は最優先で行うこと。3つ、尻尾のヤスリがけは丁寧に。4つ、好き。いえ、メタルシップは忘れずに。以上。復唱を要請します。ナイス、今回もいい戦いだったわね、マスター。あ、いえ、良い戦いでした。今後も適切な指示を送るように。はあ、最近お前といると思考パターンが乱雑になる傾向にあるようです。領地を預かる者として自粛しなければいけませんね。でもこのように声を荒げるのも悪くはない感覚ですね。気がつけばこれほどの戦闘時間を共に過ごしました。私というサーヴァントが発生してから契約するまでの時間より長い時間です。私は鉄ですので時間の経過などあまり気にしないのですが、今はあなたが分けてくれた時間の貴重さを理解しています。その行為に感謝を、マスター。今や私は恩義の守護者。地の底であろうと嵐の中であろうと共に戦い続けましょう。パイロットとマスター、故障をどちらかに統一してほしいですって。お断りよ。いいじゃない、パイロット。唯一無二の呼び方だし、いつか本当に乗ってもらうかもしれないんだし。って、そうじゃなくて、あれよ、あれ。2号機みたいに、私だって巨大ロボになる時があるかもしれないでしょ。今のは、そういう意味だから。